皆さんこんばんは、原田修平です。今日もですね、まあ今日からちょっと家でできる練習方法というか、そういうものをですね、どんどんとこうアップしていきたいなというふうに思っております。今回はですね、リストコックの正しい作り方っていうのを家でね、できる。この手元の動きなので、まあこういうね、狭い空間でもできるおすすめ練習法を今日はお話ししていきたいなというふうに思います。リストコックです。コックの動きですね。で、ちょっと書いてあるのをちょっとね、今日見ながらやりますけれども。まあ、リストコックがですね、できない人の4つの、まあ、特徴ということで言うと、まず1つ目は体が起き上がる。2つ目、トップからダウンで負荷がかかってしまう。負荷がかかりすぎてしまう。3つ目、クラブが必要以上に重くなる。4つ目、トップで右肘の収まりが悪くなる。まあ、こういうね、リストコックがうまくできないといろんなデメリットがあります。で、そのデメリットっていうのをに対するお話をまず、して、それから、どのようにしたら、リストコックがうまくできるのか。そしてその練習ドリル。で、最後にグリップによるリストコックの違い。ウィーク、ストロング。この2つですね。で、リストコックが変わるという、そういうところ。そこまでをね、解説し、最後にチャレンジドリルまでちょっとお話ししていきたいなというふうに思います。それではまずね、リストコックができないとなんで悪いのかというところをちょっと解説したいんですけども、一つ目、体が起き上がる。で、これはね、要するにどういうことかというと、この手首の動きがあまりにも入らないと、こう、クラブがですね、どんどんこう、手元と一緒に引き上がっていっちゃうんですね。だからこう構えていて、どんどんこう、硬くなっていくとこういう風に体が起き上がってくると。基本的にこう、リストが入ってくるとどうでしょう？こう、ここが押し込まれるので、体がこう、下に下がっていくっていう形になるんだけれども、手元が起き上がってしまうと、どんどん起き上がっていくということなので、こう手元が起き上がってしまうことによる前傾の起き上がり、上下の動きが強くなってしまうと。これがまあ、ミスショットの原因になりやすいですね。二つ目は、そうですね、トップからダウンの負荷。これはね、トップからかかる。これは、やっぱりドラゴン競技のプレイヤーとかはね、これをうまく使うんですよ。どういうことかっていうと、こう、深くこう、ずーっとノーコックで入れといて、切り返しで、こう、シナリオ入れるんですよね。これがうまい。ただその代わりすごい負荷かかるの。だから、ノーコックで上げといて一気に負荷をかけようとした時に、ここのテンションが最大になり、これを利用するんだけど、ここの時に耐えられないのみんなね。アマチュアの方とかね、腕力とか上体が弱い、背中が弱い人は、ここがうまくできないんで逆にアーリーリリースになったりとか、こうダウンスイングでのこの負荷に対しての体のこう変なリアクションというものが出てきやすいというところで言うと、あまり負荷がかからないようにあるところで自然にスッとコックが入った方が、どうでしょう。体に負荷がかからずに、こう、スイングがしやすい。というのが言えます。で、三つ目がですね、クラブが必要以上に重くなる。これはちょっと、1と2、その2に近いんですけれども、やっぱりクラブってね、こう、ゴルフクラブなんだけど、こうやるとどうかな。クラブって小指で持てるわけ。で、こうやると一番重たいでしょ？つまり、この状態ってめちゃくちゃ重いんですよ。で、その重さとか、こう手の中のこう感覚っていうものを、感じる時間と消える時間。感じる時間と消える時間。この二つが必要になってくるわけだ。それとずっと重い時間が長いと、やはりこれは先ほどのいろんな負荷とかかかりやすいので、やはり軽い時間をたくさん作っていく方が体には優しい根性ですね。だから、あるところ来ると、リストがある程度、クッとこうね、入ってくる形の方が非常に楽になるので、ここがまず必要。あまり重たく使わない方がポイントですね。で、最後、4つ。トップでですね、右肘の収まりが悪くなるというところですけども、これは、ノーコックのままで行ってしまうと、どうしてもこう、肘が開いてしまうんですね。で、右のこう収まりが非常に良くない。こう。例えばコックがスッと入ると、肘の位置っていうのはある程度、まあいろんなポジションあるとしても、収まりがいいわけだけれども、
脳国のものだと、こう、クラブがこう、遊んでしまうというところが言えるので、正しくセットされた方が、コックがしやすいということが言えるわけだ。これがまず4つの、できない人のね、特徴というか、コックができないとどういうような動きになっていくかっていうところをちょっと解説してみましたけれども、まあ、それに対してじゃあどうすればいいのかというと、簡単に言えば、一つ、右手と左手の関係性を理解するということですね。右手があくまでも視点になって、左が力点になるように、意識してください。これがポイントになってきます。ちょっと具体的に言うと、右が あくまでも視点なので、動き的に言うと、あまりこう動かないというかですね。受け身に対して、左がこう下に入ってくると。こうすることでテコが発生します。このテコが発生できると、うまくコックが入ります。こんな感じでしょうか。で、これね、基本はね、手を使ってるんじゃないんですよ。こう、感性をうまく、このしなりを利用してるので、ここで一度少し体幹を使った後に、こう、ブレーキをかければ自然とリストは、コックは入ります。まあ、なんかこういう、少し長めに使って、こういう練習してもいいですね。ここで振り出す。後ろ側を振り出して、戻す。こういう練習ですね。こういう練習。で、これを少し、練習として一つドリル。スプリット。こう離してやるといいですね、よりね。ここと右手左を離した状態から、一度、このようにコックを入れて戻す。そうするとどうでしょうか。左の動きが運動量が多くて、右サイドは受け身になっている。あまり動いてますよね。そして、こっちが、この左サイドが下がる動作になるので、この後ろの、このスティックが低い位置に収まると。そして、また自分の元に戻る。高いところに戻ると。こんな使い方になってきます。こういう動きをすると、リストコックっていうのはうまく収まります。で、この後どうなのかっていうふうに言う人いるんだけど、この後はね、勝手に引っ張られるだけだから。あまり自分で、この後になんか作り込まないでいい。打とうとするとほら、トップになるでしょ。僕自身ここでやめてるんですよ、スイングね。コックを作ってやめてるんだけど、これが勝手にほら、もう上がっちゃってますから、自分でここまで上げてこうとかってやると、またね、いろんなミスが出やすいと。ことが言えますね。まあ、ここまでがね、練習方法ですね。こういう短く持って、こうスプリット。こう、ここでコックを、慣性を使って力点とこういうふうに練習していく。こういう練習を家で、繰り返しやってください。で、そうするとコックがうまくできるようになります。で、あともう一つその、グリップによるね、リストコックの違いというところをちょっとお話ししていきます。これね、ストロングとウィークでの違いだけちょっと解説したいんですけれども、基本的には、ちょっとこれを見てからでしょうか。ちょっと一回休憩で。これはですね、何が違うかというと、左手首の小屈のストロングと、左手首の背屈のウィークという、そういう解説になります。これはどういうことかというと、左手が小屈のストロング。これは、右手を下から握っているストロンググリップのリストコックは、ここに来た時に右手がこういう風に開いていくような形になるので、自然とこういう風にローテーションが入る。そうすると、小屈しやすいんですよ。右手が下にから握ってる分邪魔しない。邪魔しない。ね。なので、ここで下から握るタイプは割と、ここが小屈しやすい。ですね。対して、ウィーク。右手を上から被せてる場合というのは、クラブが縦に置いていくんですよ。縦に上がってきます。こう手のひらが上向いて、乗っかってる状態ですから。そうするとどうなるかっていうと、こっちで折れる。背屈になるわけだ。で、これは手首の右手の使い方で、右手の握りで変わってきます。ですから、ウィークの方のリストコックは縦。そして、ストロングの方は横。このように変わってきます。だから、これ変えちゃダメよ。
つまりストロングリップは縦に上げるとクラブの向き遊ぶ、逆も同じ。ウィーク側にインに引くと、これもね、これも遊ぶ、開いたり、いろんなミスが出やすい。同じくどちらもですね。ですからまとめると、ストロングは背屈でインサイド、ウィークは小屈でアウトサイドに上がる感覚、これを覚えておいてください。そうするとリストコックの自分の相性というものが分かってきます。縦のウィーク、横のコックのストロングと、このような違いをしっかり覚えておいてください。こういうワンスピードを使ってシナリオをリストコックとして考えて素振りをする、ちょっと見てください。ここでシナリオ、こうシナリオを作ってください。で、振る、こうですね。自分でなんかこうクイとかやってるわけじゃなくて、反動をうまく利用してこんな感じです。そうするとリストコックが綺麗に、これを繰り返し練習すると自然にここがコンパクトに収まります。こんな練習して家でですね、リストコックの練習やってみてください。コックのやり方、ここをしっかり覚えるとクラブスイングがコンパクトに収まりますので、皆さんやってみてください。それでは今日は終わります。さよなら。最後までご視聴ありがとうございます。原田ゴルフからお知らせです。原田ゴルフではメールマガジン毎週月曜日発行しております。原田ゴルフから毎週レッスン書が届き、YouTube の動画の復習、そして圧倒的情報量、それは動画よりも文章です。ぜひともですね、メルマガ登録よろしくお願いします。登録はウェブか概要欄で、こっちか、こっちです、こっちか。登録は初月無料お試し期間です。ぜひとも登録よろしくお願いいたします。札幌のゴルフスクール、原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、最新動画見逃したくない方はまずここをクリックしてチャンネル登録をしてください。そしてその後にこのベルマークをクリックすると常に最新動画が通知されます。ぜひ登録をよろしくお願いいたします。最新動画がアップされる夜9時にお会いしましょう。